等々力陸上競技場です。プロキャリア18シーズン、数々の歴史を塗り替えてきました中村健吾、いよいよ現役最後のリーグ戦、ホームの等々力陸上競技場です。フロンターレはキーパーチョンソンリョン、山根ジェジエウ、谷口登里、森田牧坂、中村健吾、家永小林優、そして三笘薫です。サブにはご覧のようなメンバーが入りました。アウェー浦和レッズです。キーパー西川、以下岩竹、橋岡、岩波、宇賀神、阿部、柴戸、マルティノス、武田は J 初先発、武藤、興梠というメンバーです。セカンドボールに宇賀神、丁寧な折り返し、おいいサポート、抜ける、ルーズボール、これはチョンソンジョンが、おー、ピゲー、今の岩竹はいいサポートでしたね。遅れましたチョンソンリョン。逆をつきました、アウェーレッズ先制。これで9年連続シーズン2桁ゴール達成です、興梠慎三。まあ素晴らしい記録ですよね。2012年鹿島で始まり、翌シーズンからレッズ在籍、毎シーズン2桁ゴールを決めてきました。いやー、入れ替わって上りだと浮かせてきた、こぼれだ、三笘。いやー、どれだけパスが繋がったでしょうか。そうですね、まあ、最後は中村健吾のパスですね。この深いところ入って、さあ空いた三笘、ボックス内、縦に行く、入れ替わってきた、折り返し、こぼれた。脇坂、ジェジュー、今日2本目。いやだけでしたかね、カバー入ってた。山根です、小林を使う、いい落とし、脇坂、三笘、コントロール、足元を収めてフィニッシュ、こぼれた、と拾う。こういう展開がいいですよね、やっぱりダイレクトプレー。これで岩波ですよね、うん、ちょうど出した、あ、足三笘、森田、ミドルレンジ、右足、追いつきましたフロンターレ。いやー、今シーズン初ゴールですよね。強烈な一発だ。これもやっぱり大胆だっていうことだとは思いますよ、はい、綺麗に崩すだけではないと、まあ、思い切っていったというところですかね。 J1 初ですね、はい、は J1 初だここは迷いなく振りました。いいシュートでしたね。脇坂、右、山根、上がる、折り返し、ヘッド、1年目、これで13ゴール、三笘薫。前節ヘディング2回ぐらい失敗しているので今度こそはという形で来ましたね。でも形が良かったですね、はい、まあ、今日はスタートからまあこうやってブロックを作ってましたが、小林、エースも加えました、これで3対1。畳みかける川崎、あとはレッズ失点した後っていうところですね。もう中村健吾から確認することなく、いや本当ですよ、もうあうんですよね、ノールックみたいなもんですし、はい、橋岡も中で多分ついてる感覚はあると思うんですよね、私に。でもあそこでスライディングしながら来るとは多分思わないんですよね。
試合終了。ホーム最終戦きっちりと勝利しましたフロンターレ。90分間走り抜けました中村健吾。等々力陸上競技場フロンターレの今シーズンリーグ戦ラストマッチ、3対1フロンターレがレッズを下しています。